ハロストをご覧のあなた、どうもベリーズ工房の佐藤真麻です。徳永千奈美です。清水咲です。さあやってきました、もう恒例になってますベリーズセレクション、はい、今回は、まあ、今回というか、まあ、ちょっと前から人数増やしてお届けしてるんですけど、今回はこの3人で見ていきたいと思います。はい楽しみだね。なんかみんなでいると方がさ喋りやすくない？そうそう、一人だとついついこう見えてしまうからね、うん、もうお家の気分になっちゃうんですけど、仲良くやろう、仲良くやろう、やりましょう。さてということで今回はこちら、はい、週刊ベリーズタイムスからガールズタイムスをお届けしたいと思います。懐かしいね、懐かしいね。この時さ、あのステージがさ、こう段差、うん、が違ったから、そこにみんな座ってさ新聞紙持ったりとかさ、じゃあ、ね、その様子を早速見ていただきましょう。どうぞ。最新アルバムよりガールズタイムス。あー懐かしい、かわいい、衣装もかわいいね、かわいい、うん、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる、楽しそう、楽しそう。この時ビジョン2つあったんだよね、今までなかったよね、うん、これかわいいよね、この時この新聞さ、その会場によってさ中身変えてたからさ、ね、毎回違かったよね、うん、懐かしい、うん、このねライブね一番好きかも。嘘、うん、なんで？セットリストとか、うん、ステージとか衣装も、うんうん、トータルがいい、うん、新聞紙以外にもなんかカメラ使ったりしてね、ね、このツアーもう夏結びしてないんだよ封印されたのこれまだその時やっていいんじゃない、うん、若くないみんな、うん、3年前でもうそんな経つんだね、うん、俺さ、ね、あれで多分7周年で7人みたいな、ああ7にこだわってたって、うん、豪華だった。ねえ、うん、なんかさ、このセットもさ、ニューヨークの街並みみたいだし、はい、そう、そして花粉症後ろの二人っていうまーちゃん髪長いじゃん、長いでしょ、うん、しかもこのライブの時確かドッテミツアミしてたっけ、うんうん、まーちゃん雰囲気近くないかな、うんだね、うんうん、こんなことしてたんだ、何やってんのかわいいねさ、顔3年前、うん、3年前、ねえ、やっぱりなんかさ、フルで聴くとまたいいね、うん、そうね、かっこいいって、その3年間この前さ、初日さ、うん、せーってママが言ってさ初披露だとか誰もイエーってまだ言ってなかったんだよね、今みんなイエーって言うし、まだ10代かこれ、私も、うんうん、3年前、うん、そういうことだね、戻りたいね、ね、うん、この時からさ、この背中についてる猫ちゃんいるじゃん、うん、結構疲れるようになったよね、うん、そうだね、
懐かしい、この曲は今でもやるもんね。うん、かわいい。あれ、この振り今やってる？やってない。その時その時で変わっちゃうからね。うん、ありました。若かったね。若かった。懐かしい。3年前か。でも、ね、早いね、月日が経つのは。すごい、10代だよね。くまえちゃんもマーサも髪長かったし、りさこがまさかの黒髪という。確かに確かに、そうだね。確かに、うん、ねえ、ママも持ち結びしてないし、うん、なんか歴史を感じたライブだったなって思います。確かに、うん、ね、なんか懐かしい。なんかしみじみ思っちゃうんだけど。なんか、うん、またなんかこのステージと全く一緒のライブをもう一回なんか再現みたいな、あ、再現ライブみたいなのやりたいですね。うん、はい、いつできるかね。はい、うん、楽しみですけど。はい、さあ、ということで次回もぜひお楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。はい、バイバイ。バイバイ。